はい、どうも、味村です。今回からまたアンダーテールやっていこうかなと思います。とりあえず第1周目はもうクリアしたんですけど、いろんな多方面からちょっと他のルートもあるので、ぜひやってみてくださいっていうのを言われたので、私も気になるし、前回ね、僕、アンダーテール。かっこつかんねん。前回ね、誰も死ななくていい優しい世界の RPG だと聞いていたにもかかわらず、ボコボコにし、全員を倒し、最悪な結末を迎えたの。ということで、やっていきましょう。やめてやめて。やめろって、これおもろいよ、いつも。一回リセットしてしまって。ほんで、次のルートに行こうかな。こんにちは。これね、おい、久々やな、楽しいな。この子が主人公でございます。主人公の味村ですね。行きましょう。フラウィーは？あ、フラウィーこっちっけ？フラウィーに会いたくてしょうがない。確か前回の N ルートで私、フラウィーを、あ、あったー！久しぶり。 いい？忘れないで。あ、違う前と。フラウィー前回、倒すか倒さんかですごい選択肢出てきた。でも、アジムラは最終的にフラウィーだけは生かしたかったきん、こうやってまた出てきてくれたんやけど、前回 N ルート第1周目の時にフラウィを殺していたらここには出てこないって聞いた。また会えてよかったよ、フラウィ。今回は誰も殺しちゃダメだからね。はい、そうですね。そのつもりで来てます。はい。僕がこんなアドバイスするなんて信じられないよ。ええやつになったな。ちゃんと更生したんやな、自分。でもね、アジムラも変わっております。実況始めたての2ヶ月前とは違うということを見ておいてください。ふふふ、頑張ってね、りょ。あ、終わり？もう終わりですか？もう出てくるん？ママも久しぶり。こんにちは。大丈夫ですか？はい。かわいそうに、ここがどこなのかわからないのね。知ってるよ。全部知ってる。君が誰なのかも知ってるし、今からどういうことが起きるのかも全部知ってる。怖がらなくても大丈夫よ。私はトリエル。この遺跡の管理人です。どうも。はじめまして。ここに落ちてきた子がいないか、毎日見回っているの。人間がこの世界に来たのは本当に久しぶり。そうなんだ。あなたのことは私がちゃんと守ってあげますよ。知ってる。めっちゃ守ってくれるよな。さあ行きましょう。遺跡を案内してあげるわ。もうカタツムリの話せんとってな。行きましょう。ここですね。あ、どうも。待っとってくれたんやね。んで、これセーブ。そびえ立つ遺跡を目の当たりにして決意がみなぎった。これね、このピカピカさん行ったら、決意がみなぎってセーブができるけ、行ってきます。さあ、あなたは今日からここで暮らすのよ。遺跡の仕掛けについて教えておくわね。知ってる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 。やれるもん、それ。ここにはたくさんのパズルがあるの。侵入者を撃退する昔からの技術よ。部屋を移動するときはパズルを解かないといけないわ。だからよく見て慣れておいてね。どうしよう、声ガラガラってきた。ごめんね、ママ。知ってる、これ踏んでも大丈夫なの？これ、な、聞けって。これ何？先へ進みたくば迷いを捨てよ。真の勇者も愚か者も中間の道は歩まず。知らん。どういうこと？ママ、この先へ進むには正しいスイッチを押さないといけない。でも大丈夫。ちゃんと印をつけておいたから。ちょっと読ましてね。ひとたび道を定めたら心を変えることなかれ。はい。殺さない。看板の前で丸を押すと読める。はい。ここやろ。で、あれ押すんやろ。オッケーオッケー。めっちゃ先行くやん。違う、一回さ、ありがとうとか言うたらよくない？押すで。はい。よくできました。偉いわね。せやろ。さあ、次の部屋へ進みましょう。ママええよな。やっぱいっぱい褒めてくれるしな。あなたは人間だからモンスターに襲われることもあるでしょう。そんな時にどうすればいいか知っておかないといけませんよ。ボコボコにしたらあかん。大丈夫。とっても簡単ですからね。モンスターに遭遇するとバトルが始まるわ。バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりをするのよ。OK。そうやって時間を稼いで私の助けを待ってね。試しにそのマネキンに話しかけてごらんなさい。あいつさ、こいつやろ。でもこいつさ、後々切れるんやって。切れるんよ。今はええ子やけど。どうも。マネキンが現れた。で、これ戦っちゃダメ。戦っちゃダメやけん。これでお話しするの。マネキンに話しかけた。会話は弾まなかった。トリエルは嬉しそうだ。ママが嬉しいならそれでいいかな。そう、それでいいの。上手にできたわね。ママってさ、いつも褒めてくれるやけん嬉しい。好き。聞いてる？
この先にもう一つパズルがあるわ。あなたに解けるかしら。もう任しとけ、2周目やぞ。追いついたれ追いついたれ。待て、ここは手をつないで一緒に渡りましょう。せやな、手つなごう。ありがとな、ここの絵すごい好き、かわいい。あのめっちゃこっち見てるんよ。大丈夫ってちゃんとついてきてるって感じ、すごい見てるんやけどさ、その前にこのパズル置くんやめたらよくない？まずこれがあるけんちょっと心配になるんやろ。やったらやめたらよくない？お、違うパズルあるやん、かわいいパズルがあるやん。あなたにパズルはまだ危険すぎるものね。うん、これはいかんわ、トゲトゲやもん。ママ、ここまではとても上手にできたわね。うん、でも次はすごく辛いお願いをしなければならないの。何でしょうか？お金？お金？この部屋の向こうの端まで一人で歩いていくのよ。どうか悪く思わないでちょうだいね。初めてのお使い的な感じですね。泣くわ、悪ガキほど泣くわ、悪ガキがちゃんとできた時ほど泣くわな。あママママ知ってんね、一周してるから知ってる。ママママ無視するよ。なんなん、よくできました。安心してちょうだい、置いていったりしないわ。そらそや、この柱の陰に隠れてずっと見ていたのよ。どうやった、私を信じてくれてありがとう。どういたしまして。ママのことはずっと信じとる。でもね、この練習にはとても大事な意味があったの。そうなの。一人でお留守番できるかテストをしたのよ。私はちょっと用事があるからお留守番していてね。ここで待っているのよ。一人で歩き回ると危ないですからね。こうしましょう。あなたに携帯を渡しておくわ。やった。 iPhone ですか Android ですか。用があるときはそれで電話するのよ。それじゃお利口さんにしていてね。 Yahoo モバイルかな、 UQ かな。ママ携帯、携帯、あれ携帯は、あ、あった、フォン。ママ、はい、トリエルです。え、挨拶したかっただけ。そう、じゃあごきげんよう、アデュー。これで満足かしら、ふふふ。つー、はい、トリエルです。私のこともっと知りたいの？うん、そうね、あえてお話しするようなことはないのよ。私はただのおせっかいのおばさんだもの。おばさんじゃないよ、トリエルは。はい、トリエルです。え、また挨拶？ご機嫌いかが？元気？これでいいかしら。はい、トリエルです。退屈しちゃった？ご本渡しておけばよかったわね。そうやな、ちょっと長めの本とか欲しかったな。今やったらキングダム全巻読める気がする。読んだことないけど。気が利かなくてごめんなさいね。想像の翼を広げれば退屈が紛れると思うわ。そうね、例えば自分が魔王になって鉄の拳を振るい落ち葉の山を征服してるところ。違う、そんなんじゃない。想像してみたらきっと楽しいと思うわ。トリエル多分学生時代なんかゾンビが学校に来たらとか考えるタイプやな。はい、トリエルです。どうしたの？ごめんなさい、特に私から伝えることはないの。でもあなたの声が聞けてよかったわ。わ、めっちゃ優しい、好きになる。はい、トリエルです。どうしたの？ごめんなさい、特に私から伝え。ママ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 、え、あなた今私をママって呼んだ？あ、照れとる、かわいい。まあ、あなたは私をママって呼びたいの？うん、あなたがそうしたいなら全然構わないわ。好きなように呼んでちょうだいね。ママママママ、あ、ママ照れとる。え、まあ、ふふふ、あはは、聞いてる？かわいいわね。ほっぺをぎゅーってしたくあげたぐらいじゃあしてください。私みたいなおばさんよりいい人が見つかるはずよ。そんなことない、おばさんじゃないって言ってるやん。でもジョングクにワンチャンされたい。あれ、切られた。まあ、まさか本気なの？だってあなた私をママって呼んだでしょ。いや、ママって呼びつつも口説くときは口説くやろ。あなた本当に変わった子ね。悪口やん。飽きた、電話飽きた、行こう。動くなって言われたけど。もしもし、トリエルです。あ、ママお部屋から出たりしていないわよね。この先にはまだ説明していないパズルがあるの。一人で行くと危ないですからね。お利口さんに待ってるのよ。君は？
ケロ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 、人間さん聞いてケロ、モンスターとのバトルのことでいいこと教えてあげるケロ。お前さっきさ、人間の言葉わからんって言ってなかった？お一つどうぞと書いてある。はい、やった、キャンディいっぱい取っとこう。これな、回復アイテムやね。回復ができるけん最低なクズになった気分だ。え、シンプル悪口。あ、欲張るといいことはない。これは味村悪くない。何？もしもし、トリエルです。特に深い意味はないんだけれど、どちらか選ぶならシナモン、それともバタースコッチ？待って、答えないで。バタースコッチでしょ。あ、覚えてくれとった。あ、まあなるほどな。1回目に私よくわからんのもバタースコッチって言ったんよ。あ、覚えてくれとったんや。やっぱりこの世界に人間が落ちてくるとね、なぜか前から知ってる人のような気がするの。え、トリエル、どこまで覚えてる？どこまで覚えてる？ボコボコにしたん覚えてる？そこは覚えてないよな。実はね、あなたを最初に見た時も昔の友達に出会ったような気持ちになったのよ。やばい、もうすでに2週目やってよかったと思っとる。不思議よね。それはともかく教えてくれてありがとう。どういたしまして。こちらこそ覚えとってくれてありがとうな、ママ。すぐ切るやん。西野カナみたい。え、何？もしもし、トリエルです。別にシナモンが嫌いってわけじゃないのね。シナモン嫌い、どちらかといえばっていう意味よね。嫌い、例えば別の方がおやつに出されたら食べずに残す？いや、まず人の手料理ってまず嫌いやけん食べんかもしれん。ごめん。そうそうなのね。よくわかったわ。しつこく聞いてごめんなさいね。あとでやんだポエムとか LINE のタイムライン載せそうやな、あいつ。出た、君。グー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 、まだいるの？このお化けはグーグーと言い続けて寝たふりをしている。無理やりどかす？ええんかな、どかしてもええんかな。どかそう。あ、ナプスタブルークがやってきた。うん。うわわ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 。痛いよ。え？何？いつもね、誰にも会いたくないからこの遺跡にいるんだけどね。あ、なるほど。でも今日はね、いい人に出会っちゃった。味村のことですか？ごめん、自分語りするのが癖でつい。おるおる、よくおる。それは邪魔だよね。今毒ね。いや、毒はええけどさ、一回ちょっと、え、どっか行った。これどっちやっけ？見え、スパイダー、スパイダーや、これ。スパイダースイーツ即売会、売り上げは全額本物の雲に寄付されます。今ね、 6G しか持ってない。あ、貧乏さんや。こっちも多分高かったよね。あ、 18G。 あ、貧乏さんやけ、今買えへん。トロギー、ケロケロ、ここだけの話だけども、さっきトリエルがここから出てくるのを見たけど、え、最初そんなん言ってくれたっけ？言ってくれたっけ？ここフロギーいた？さっきトリエルここから出てきたん？食料品の袋を抱えていたけどよ。でもなんか何に使うつもりかは聞かなかったけど、トリエルに話しかけるなんて恐れ多いけどよ。ケロケロ、なかったよね、これ1周目。そうやね、トリエルは偉い人やもんね。わー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 、もう2回目やけどわーわー言うてしまった。これ持っとこ、これ持っとこ。そう、これな、今やけんいろいろ分かってしまうけど、うわー、でもなんでここにあるん、これ。なんでトリエル、あの、瞬間移動でもしたんかな。結構な旅したよ、私。ああ、ここは大変、予定より随分時間がかかってしまったわ。アトリ見つかった。やべやべ、あ、やべ、かけないで今。まあ一人でここまで来たの？怪我はない？うん、こっちいらっしゃい。回復してあげましょうね。ずっとほったらかしにして本当にごめんなさいね。いいよ、あなたを驚かせようなんて考えた私がバカだったわ。バカ。その、これ以上隠しても仕方ないわね。こっちよ、ついていらっしゃい。何の話されるんやろ。いい匂いでしょ。サプライズ、バタースコッチシナモンパイを焼いたの。うん、あなたが来てくれたお祝いにね、ここで楽しく暮らしてもらいたくて。あの、一週目も言ったんですけど、暮らしたいわけではないんよ。帰りたい。だから今夜はカタツムリパイは我慢するわ。よかったです。さあ入って入って、他にも見せたいものがあるの。カタツムリ一生食える気がせん。今
ましょう。何でしょうか。何見せたいの。何な近い。ここが何何。あ、手つないでくれてありがとう。あなたのお部屋よ。気に入ってもらえるといいけれど。あ、よし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 か。かわいい。あら、焦げ臭いわね。大変。ゆっくりしていってね。びっくりした。一瞬、味村臭いって言われたんかと思った。びっくりした。ここ私の部屋。あっか。あっか。お花。箱の中にいろんなサイズの靴がたくさん入っている。今思うとこの部屋もちょっとなんかあれやな、思うとこがいっぱいあるな。空っぽの写真立てだ。かなり埃をかぶっている。あ、これもつらいな。なんかみんなよければあの第1週目のアンダーテール実況見てね。そっちの方がおもろいかもしれない。さっき今更やけどな、先にアンダーテールの一週。あー寝たー。何あれ。あ、思い出のバタースコーチシナモンパイ。あのね、ぜひアンダーテール ここから初めて見てますっていう方いれば、まあ、こっからでも全然楽しめるとは思うんやけど、私最初にね、実況始めた時本当に初めて実況したのがアンダーテールやったから、よかったらまた見てください。長いんやけどな、編集もバカみたいな編集しかしてないけんさ、普通に 4,50 分あるけど、ほんまごめんな。青トリエルの日記だ。丸がついているところを読みますか。あ、これ読もうな。日記読んだ。スケルトンはどうして友達が欲しかった。寂しさが骨身に染みたから。いや、しょうもないやで、本当にしょうもなって思うんやけど、今思うとこれっていろいろつながってくるけんな。知っとるよなみんな。他にも似たようなダジャレがたくさん書き連ねてある。あ、知っとるよなって言ったけど、私あそこ編集ってか収録ミスって見せてないんや、ごめん。これこっち行ったら怒られるんかな。ママが今バタースコッチパイを焼いてる途中に、今のうち、あーやばい、上のお部屋で遊びましょうね。はい、ごめんなさい。ごめん。めっちゃ怒るやん。と言いつつ、あやれ、ここは危ないから上で遊びましょうね。と言いつつ、絶対見えてたよな、今の。あー、ここは隙間風が入るから風邪をひいたら大変よ。そりゃ大変や、ごめん。と言いつつ、いつまで来んねやろあいつ。何、ここはほこりがひどいわ。喉を痛めたら大変よ。そやな、そりゃゲーム実況者としてダメかもしれん。でももう私はもうすでに声がガラガラやけん大丈夫、ちょっとぐらい。何、ここにはいいものなんてありませんよ。はい、ごめん、ガチやん。お前そろそろやっとしたら一緒に手つないでさ、キッチンも連れて行ってくれたらよくない？何回目まで怒るんやろ。何？上で5本でも読みましょう。はい。5本か。あんま興味そそられんな。何？ちょっと、いい加減にしないと怒りますよ。ガチやん。お庭をお散歩してきたら、いい加減にしなさい。笑顔で怒っとる。あ、そろそろやばいな。めっちゃ怒ってる。